こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回は変拍子について、質問がありました。どこやってるかわからなくなるということでですね、まあ、変拍子の練習の仕方というのを、まあ、ちょっとやってみたいと思います。まあ、今回は5拍子を扱いますね。3足す2になるわけです。で、変拍子っていうのは必ずこの奇数の3と2の複合でしかないんですね。だから7拍子の場合は2、2、3っていうふうに考えればいいし、まあ、4と3っていうふうに考えてもいいし、で3っていうのをどういうふうに取り抜けるかっていうところを考えなきゃいけないですね。で、3っていうのは1、2、3、1、2、1、2、3、1、2だとやっぱりこう小節がこう表紙が違うじゃないですか。なのでこう長さが違うんでちょっとまちまちになって困ってしまう。どういうふうに捉えるかというと、まあ5拍子の場合は1、2、最初はこうやって取ってしまう、ワンうんちゃっちゃうんちゃうんちゃっちゃうんちゃなんですが、三拍子の面白いところは、これは三拍子の、教本を作るときに扱おうとは思ってるんですが、この一拍半という、要はワンツースリーなのにこう二拍三です。そうすると長さの違う4拍子みたいなイメージになるんですね。我々ミュージシャンの間ではよくこれアンカーというんですが、一拍目頭はもちろんこう重いところがあるんですが、ダンダン、ワン、ツー、この3と2のこの部分、この3と2のこのちょっとつなぎ目のところにも重い拍子を感じる。だからワン、ツー、それをワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーで大きく数えると、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーとか、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーというふうに数えてます。そうすると長さの違う、こうタヌキタヌキ犬犬タヌキタヌキ犬犬タヌキタヌキ傷つきタヌキタヌキ傷つきっていう、こう表紙というかこう一個一個のディビジョン、サブディビジョンっていうんですが、この分割してる部分が3と2とか4になっていて違うんだけど、大きく取れるとワンツースリー、そういうふうに大きい部分で感じてないとどこやってるかわからなくなります。で、これをまあ最初のうちはだからダンタンカのところは多分ここら辺ぐらいまでできてるのだと思うんですが、ワンツこのように途中でなんかこうダンダン、こうちょうどこの間大阪さんとこう、クリニックやった時もそうだけど、大きなアクセントだけを歌ってて、あとはもう自由に歌ってるって感じになるんで、ダンダンうんうんダンダンうんうんダンダンうんっていうフィールのところにめがけてフレーズをこう進行させていくっていう形になるんですが、まあこういう風に捉えで、ここができてなかったんだったらこの一拍半の感じ、捉えてみたら、そこでだいぶ変わるかなと。で、ちょっと難しい練習方法なんですが、まあ4拍子でもそうですが、3つ割り、ヘミオラって言ってこう3拍フレーズってやつですね。3拍子と4拍子が同時にずっとこうずれて流れていくってやつ、これを、練習するんですが、3拍は例えばそうすると3拍、3拍子のところってずれないんですよ。で、2拍子のところで3拍子、その3拍ぐらいずれるから。最後のところで帳尻合わせなきゃいけないね。だから、1、2、3、4、5。
個この三拍子を。そうすると次は二個目は歌と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 というふうにうはうんとか叩かないですが、ワンツースリーフォーファこれは うがある。これが一番、2段目が一番難しいです。 3段目は今度は「たとうたとうたとう」ワンツースリー。これが次の頭ですね。これを 1,2,3 をつなげると うのところでこう感じる癖っていうのが、違うフレーズをやっててもこう、うんっていうところがタンタンうんタンタンうたとタンタンうたとっていう風に感じる。要はさっき言ったアンカーの1拍目と4拍目のところにこの強い強拍をこうまたいでてもできる練習をしておくと、今どこやってるかわからなくなるってことはなくなるんですよ。だから大きく見て大きなこのアクセントがこうちゃんとこうドンバンドンドンバンドンというのが見えていれば、あと細かい部分の細かい部分をこうどういうふうに分割していくかっていうのは、これは1でも2でも3でも4でも何でもいいわけだから、ここを大きく感じながらこうまたいだりするっていうフレーズを練習しておくと、こう変拍子っていうのは上手くなっていって、どこやってるかわからなくなるってことはなくなっていくんですね。でこう例えばずれたとしても、こうやって大きいアクセントを感じる癖をつけてると、あ、ずれたなと思った時も大きいアクセントを修正して戻ってくるってことができるんですが、細かい単位でやってると5とかだともう本当に1拍ずれると、もう今何拍目かっていうのはもう数えても数えても分かんなくなってくるんで、平坦なこの形で表紙をするんではなくて、大きい表紙、要は1、2という強迫が1、2、3、1、2、1、2、3、1、2っていう大きい振り子のこの長さの違う振り子っていう感じがつかめると、変拍子がすごく得意になります。これ変拍子バンドすごくやらされたし、これ一回掴んでしまうとどんな表紙でもそんなに難しくないんですよ。まあ難しいんですけど、結局はずっと神経張ってなきゃいけないので。だけどこういう取り道がうまくいくと、この3のところの1拍半の形のこの3種類、3種類しかできないんですよ、どうやって考えたって。だからその形を全部覚えておくっていうのがすごい大事ですね。だから7拍子でやってる時も、結局4でずれる時のこの3がずれる 4のずれ方、これよくやるでしょ、いうふうに4でずれてくるところと、この3でずれるこの3種類をこう組み合わせてるだけなんで、それがどのように来てどこでスイッチしてるかっていうのを、まあ譜面で見て意識してなきゃいけないんだけど、だから難しいっちゃ難しいけど、掴んでしまえばそんなにお手上げっていうことはないと思いますね。なので今回もこれ5拍子のベースパターン
置いておきますので、メールマガジン登録してない方はメールマガジンで登録していただけると、そのページのパスワードとページのアドレスが送られていきます。メールマガジン登録されている方は、メールマガジン見ていただけると書いてあると思いますので、それでベースの4、5拍子、ちょっと難しいですが練習してみてください。ありがとうございました。